にちは。今回は前回挫折した100キロライドのルートにもう一度挑戦してきました。で、動画の方もこのモバイルバッテリーを持っていたので、バッテリーが切れることなく全部撮れました。動画が撮れたんですが、なんと空ばっかり映ってる感じになっていたんで、まあ少しでもこう違う普通に走ってるのがまともに映る映像だけをどうにか使って編集してみたので、よかったら見てみてください。あとまたこう100キロライドに向けてちょっと準備したものを紹介したいと思います。それでは今日も道の駅日本の外から、チャレンジをスタートしたいと思います。
とりあえず日本の道の駅からスタートして帰ってくることはできました。所要時間は3時間30分ぐらいですね。で距離は惜しくも100キロでなく96キロと出てましたが、まあまあ100キロ達成できたと言ってもいいと思います。またちょっと感想は後動画で出そうと思います。